皆さんこんにちは、東海ランキングです。意外とあれなんですよね、もう同じなんですよね、このパターンね、それがいいんじゃない。でもそのうちあれじゃない、あの東海ランキングとか徳光転びまとめて作ってくれる。いい東方、うわー、おいおい、1万ポイントきたぞ。おー、1万ポイントだ。あの辛いことでもいけないやつだ。俺らの動画って飛行機映すの多くない？飛行機集ってある？昨日か一昨日やばい集あって丸かける骨集、骨集ね。なんか徹夜っぽくって言ったら徹夜っぽくなるのかな。徹夜っぽいタイトルでなんかやってみたら。確かに日常生活ダーツ減らし対決を俺が命名して、チーム対抗バトルオブザ日常ダーツ委員長たちもいかんだ情らしい。いかんだ情。キーワード5個ぐらいあげよう。こっちの徹夜とこっちの徹夜でタイトル対決させよう。おお。やってやらーな。もう簡単な企画言ってくれればね。うん、あ、まあそうだね、確かに。ちょっと調光する？調光しますよ、だいたい5分ぐらいかかるんで、チャット TTY が。てつやタイトルコール集もあるけど、てつやタイトル考え中集もあるんだね。嘘でしょ。すごなんで。まあなんかね、最近ね、あの東海オンエアランキングって東海オンエアね、動画をまとめてね、この短く切り取ってギュッとしたね、動画があるんですけどもね、あれがですね、大変ね、面白いでございまして、見ちゃいますね。そう、やはり東海オンエアの人たちは非常に面白いなと我ながら感心しているんでございますけれども、本当はね、人には不細工ってあんまり言っちゃいけないんだけど、東海オンエアの方が面白いのはね、ジャブになる。一つの動画になるぐらい不細工だったってことね。あか、綺麗だなぁ。ラストになる前に、ないね、これじゃない。はい、ありがとうございます。みんなやっぱね、いいとこ聞き取ってくれてるなって思って、あ、もう悪いとこ自分でこう改めてまとめてみたわけでございます。いやー、でも12位までは結構頑張って過ごしましたね。まあそうね、ちょっと軽めなとこからこうジャンル分けした感じですかね。丸眼鏡見たかったけどな。あれさ、動画じゃないんサブちゃん、多分いや、あれは写真だと思う。ただ、本当にただのああいうっていう写真なんだよ。わけわかんない。ただの文豪写真だろう。ここにいたわ。これなんでシールになってるの。これ有名すぎるもん。めちゃくちゃ使うやつ。大活躍。これが使われてるランキングあったもんな。はい、まあそろそろね、みんなもう視聴者さんもね、東海オンエア飽きたんじゃないかなと思って。おお、はい。僕が作ってきたランキングは岡崎城西高校理系 Y コースランキングです。あー、なるほど。おー、りょうくん好きすぎでんだ。おー、好きだねー。ってことはあれ、俺登場しない。いや、しますよ。あ、一応するのもちろん。東海オンエアに出た DY ランキングです。なるほど。じゃ絡んでたら出るのか。めちゃめちゃ出てるからね、あいつが。そうね、好きだもんな。いきます。はい。もうね、りょうくんに彼女ができないのはこいつらのせいだって言ってもうおっぱいですからね。まんまあのランキングだ。寄せたんだよね。まんまだ。東海ランキングさん見てみるか。難しい。わかんねえんだ。ってなっとった。ってない。ってなっとった。続きますね、一応。これですね。ツイッター系十字架。てつやツイッター解明。なんだ？これか。28分あるわ。え
次の質問に参ります。夢丸は何をしているんですか。それ私、哲学の前に帰りそうなんだよ。その代やった、ありがとうございます。それに比べて、まあ、関東だなと思う。どっちがいい、中学会議が第1回庶民ちょっとだ。では発表します。はい、ココナッツお一つ98円です。おお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 はい、というわけで、まあ、3人罰ゲームが決まってしまったというね。あなたと言って普段のやつが応募する人はないですから。絶対に今週金使うから。絶対負けない。違う違う違う。そうなんじゃないよ。どっかで絶対腰回すから。違う違う。今回腰回すから。違う違う。腰だ。違うよ、もう。見て見てよ。違うよ、2人。見て見て違う。おい、罰ゲームやないで、おー、すげえ、ちゃんとやってる。やるやん。今トップは私 YouTuber になるの。まあ、いいし、名言。だから、ポッと生まれる前に、もう考えてもらいました。名言を。ツイート、はい、出しております。はい、4時間。はい、はい。名言を、ツイート、4人。暗いってなんだよ。名言を、暗いっていただきます。はい、頑張ります。4人。おー、ちゃんとやってるな、これ。名言、ちょっと、何言ったんだろう。ツイート、4人。暗いってなんだよ。名言を、暗いっていただきます。はい、頑張ります。4人。光なき場所に影などは存在しない。強く輝けば輝くほど影は色濃く現れるのだ。めっちゃ普通のこと言ってる。茶葉が君ならばお茶は大衆の評価だ。熱く熱く人生を煎じるのだ。はあ。じゃあ本題入りますね。まあ、以前にも触れたことあるんですけど、東海岸にはそのコアな視聴者さんによる東海オンエア集みたいな、東海岸まとめみたいな、はい、チャンネルがいくつかあるじゃないですか。うん、まあ、あれ見るとやっぱお前ら面白いなって思うんですよ。いや、本当にね、あ、ま、面白いか。いや、おもろい。わかんない。俺、見、ね。見ない。俺見ないんだ。おかしくなっちゃう人？そう、勝手に面白がってくれてる。あれって、面白いところまとめてあるんで、もう当然面白いじゃないですか。うん、ただ、動画ありすぎじゃねって思うんですよ。いや、なんかめっちゃあるよね。だから面白いところはね、ありすぎるんだよね、我々。そう、でもありすぎるにしてもありすぎるなと思って、まあ冷静に見てみたら、いや、そんなまとめんなってまとめがめっちゃあるっていう。まあ、まあ、確かに。テーマごとにまとめてくれてるから、よう、そんな覚えてたなっていうのはあるもんね。そうそうそう、そういうね、いろんなまとめがありすぎることに目をつけて、今日はもうそれをね、逆輸入して東海オンエアまとめイントロクイズをやろうと思います。おー、でもそうしたら東海オンエアまとめてる人にね、ちょっと使用料というか払わないしかいいかな。確か、著作権とかありますから。いや、さすがにそれはいいだろ。さすがにそれはいいだろ。あれはね、一応あの人たち収益化せずにやってて、まあ、収益化されてる場合は僕らに入るようになってるんですよね。最近そうですね、スタートしましたね、はい、ちゃんとルールにのっとってウィンウィンでというか、そう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 、ね、あのこちら側としてもありがとうという感じに整備しておりますね、はい、今、まあ、今日は御三家いるんですよ。あー、まとめチャンネル御三家。そうだっけ、結構知りたいかと思った。東海オンエアランキング、あ、知ってます。リリーさん、あ、知ってるわ、はい、東海リスト、あ、東海リストか。あ、でもなんかこあれじゃない、新参じゃないよ。じゃあ第7問いきます。はい、今の歌ってさ、俺はジャイアンじゃないんだよね、確か。今はな、恋が変わってから変わっちまったって歌が。それは好きなスイッチ。Turn me and get your move。 あーあー、それはこんなんある。スキマスイッチ集、正解。なんでなんだ、なんでお前歌うね。ということで、ラスト1問になりますけど、やばいじゃん。4点4点？2です。じゃあ4点じゃない？4点。4、3、2です。今回も僕はじゃあしばらくバカでアホで、うん。僕がこれで取っちゃうと多分4-4になって、なんか2個作んなきゃいけなくなっちゃうんで。最終問題！第8万億でーす！こっち、あ、じゃあ、あっち、はい、持ってきます。じゃあ、いやいやいや、新しい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 、それは新しい、新しい、この週もあったんだから。ということで、じゃあ最終問題、8万億点です。で、あとね、8万億点っていう単位ね、本当はないんです。ないんですよ、ないんですよ。そんな単位がないんです。8億1万ならあるんです。最終問題、はい、寿司師の3、いくか、いく価値がある。危ないな、お前ら、危ないな、気をつけろ、危ないね。寿司師の5、うわ、あれでグッズをたくさんもらう人ってのは大体文章も面白い、もしくはいろんな人から共感得られる内容であることが多い、まあ、確信をついている内容だとつくということですね。確信をつくってこうやってやらせる。確信がそこにあるのかな。ついてすぎんか。じゃんけんで買った順に V を付けだけ取ってって、残り物で立ててやっていくと。最初はグーじゃんけんぽい、ほー、最初はグーじゃんけんぽい、間違えた。いや、うん、なってことだから。いや、そんな人は親指立ってる種。正解。いやー、すごい。なんでー、すごい、なんだそれ、アホか。親指立ってる種だ。
ん。いや、親指立ってたのよ。好き先生のこれで。ね、そう立ってた。だから、僕はジェスチャーっぽいなと思って、あと1個見ようと思ったんだよね。この絵文字ランキング。やばー答える側も大変だよ、それ。すごい、これ普通にこれを評価って意味やん、そんな。ね、そうなんだよ。ランキングできる。ランキングだよ、1位があるわけよ。1位は。ねえ、こんなテンポ悪いわけないよ。これね。これはわかるわ。ゲットダンス兄弟に教わりたい。ゲットダンス、ゲットダンス。シーンのこれから来てるね。いやでもこのグーを間違えたこれとかも入れてくるので、だってイッス先生に限ってはグッドじゃない。イだもん。絶対無理やり言っただけだもんね。足りなくてもうネタないじゃん。こじつけおもろ。そのということで優勝を確かめて8億万2点。そうっす、圧倒的でしたね。圧倒的だわ、それはもう文句なし。ありますかね、ちょっと頑張って探してください皆さん。本当にあるある。いや私ですかっこいいしゅーね、楽しいですね。何何よ、もうすでにありそうだからね。東海の動画の中でしかダメだからね。まあそうだね。だから今まで使ってないやつからちょっとねやってほしいですね。覚えていますでしょうか皆さん、切り抜き動画です。はい、あーい、やったよ。見ました。結構腹抱えてもらって。あれ僕も編集しましたけど、確か僕は熱出した日にこっちの動画結構まとめとったよね。撮っとった。めちゃめちゃ楽しくなっちゃってたよね。すごく切り抜かない部分までやっちゃってた。切り抜きとしてはありえないほど長い。ね、切り抜かれてなかったもんね。天才だったと思うんですよ。今回ね、東海ランキングさんという、はい、ね、切り抜きチャンネルさんにお願いしました。チャンネル登録者25.5万。すごすぎ。すごい。しばゆは本当に2022年生きていたのか。どういうこと。どこ生きてましたかね。顔なし臭よく作ったな。すごい視点になってました。顔なし臭作れるんだ。せいちゃん、えっ、あ、そう、これね、すごかったの。俺が動画でさ、行った時あったじゃん、あれの次の日も上がってたんだよ。しかも15分ぐらいとか行ったら15分だよ。そう、仕事早すぎて俺痛かったもん。すごいな、どうやって探すんだよ。